オスマン帝国の行政区画は、軍事上で区分された区画であると同時に、帝国統治においても重要な役割を果たしていた。また、帝国外には多様な属国や高能国が存在していた。オスマン帝国の行政区分については、大きく二つの時代があり、帝国が拡大した時代である初期の行政区画と、1864年に改革された後期の行政区画がある。 初期のオスマン帝国オスマン帝国の最初の行政区画はセルジューク朝の属国として中央アナトリア地方に建国された時から始まる。その後オスマン家が統治した間にオスマイ君公国は周囲の小国や米陸を併合した。この拡大は世襲制の統治者である米を置いたセルジューク朝の統治方法を利用したものであった。つまり、米に統治を続けさせる代わりに オスマイク君公国のスルタンへの総試験を認めさせたのであった。初期のオスマン帝国は三弱といった行政区分が置かれた。三弱はスルタンが管理する三弱とスルタンの子供が管理する三弱に分けられた。また、三弱の統治にはスルタンから軍旗を授与された司令官である三弱ベースが当てられた。しかし、 オスマン帝国がヨーロッパ地域に拡大するにつれて三弱の上位の区分を置く必要性が生じてきたために村と一世はベーレル米を創設しルメリアに置いたまた同時にベーレル米陸がアナトリア地方のルム地方に置かれスルタンが直接統治を行ったベーレル米陸の創設によって三弱は第二位の行政区分となったが新しく併合された地域など ベーレル米陸が置かれていない地域では、三尺が最上位の行政区分となることもあった。またベーレル米は、州全土の軍隊の指揮権も与えられていた。1299年から1609年、編集1609年以前に存在していたと思われる州、編集1609年時点の州、編集16世紀のセリム一世とスレーマン一世の知性に、 帝国の行政区画は増加された。17世紀後半には42ものエアレトが存在していた。参考1609年から1683年に創設された州編集1683年から1864年に創設された州編集エアレトは三尺米が統治する三尺から構成されており、さらに三尺は ティマリオトと呼ばれる騎士が治めるティマールと大きなティマールであるゼアメトから成り立っていた。また、三尺の中にはイエルサレム県のようにエアレトに属さない三尺もあった。三尺米には県内の騎士を指揮する権利が与えられていた。また、エジプト州、バグダード州、アビシニア州、アルハサ州には三尺が置かれなかった。オスマン帝国が衰退するにつれて、 帝国の行政機構は崩壊の危機をはらんでいた。1861年にはヨーロッパに支援されたマロン派キリスト教徒によってデワノン山脈に自治権が作られたこともあった。タンジマートの改革の一環として帝国全土のエヤレトを廃止し、これまでのエヤレトをより小規模にしたビライエトを創設することが1864年に決まった。ビライエトの統治には 国会で指名されたワーリが開けられ、さらに衆議会が新たに創設されることとなった。また、ビライエトの会には三尺とムタサリファートが置かれたが、セルビア公国やルーマニア公国、モンテネグロ公国といったオスマン帝国の属国が州制度に組み込まれることはなかった。西部地方、編集アナトリア地方、編集東部地方、編集1885年以降における、 オスマン帝国の小アジア地域は15のビライエと1つの3弱及びイスタンブール州から構成されていた。またビライエとの下には3尺が置かれた。西部地方、編集アナトリア地方、編集東部地方、編集西部地方アナトリア地方東部地方。ありがとうございます。